中国のチベット自治区の中心都市ラサで中国のチベット政策に抗議するデモがあります。大勢の僧侶や市民らが参加、その一部が商店などに放火するなどしてデモは暴動に発展し、警官隊と衝突する事態となりました。I think 30 or 40 military trucks, yes, with soldiers inside, yes, I think it was gunfires. 僧侶らがデモを始めたのは月曜日。この3月10日はダライラマ14世がチベットからインドに亡命するきっかけとなったチベット動乱から49年にあたる日でした。チベットの問題には歴史的な経緯があります。1951年、中国の人民解放軍がチベットに進駐。その後、中国は一貫してチベットは中国の一部と主張していますが、チベット側は分離独立を訴え、たびたび衝突が起きてきたのです。今回の暴動は、中国の国会にあたる全国人民代表大会が開催されている最中に起きました。胡锦涛同志当选为中华人民共和国主席。昨日再選された胡錦涛国家主席は、1989年チベットで党書記を務めていた際に起きた暴動を武力鎮圧しました。これが鄧小平氏に評価され、昇進につながったという経緯があります。今回起きた暴動は、胡錦涛主席が全人代でチベットの安全は全国の安全に関わると発言した後のことでした。しかし北京オリンピックが4ヶ月後に迫り、世界の注目が注がれる中、事態のこれ以上の悪化は中国にとって致命的です。